技術営業本部の高橋と申します。よろしくお願いします。前半はですね、ボルトの、簡単なご紹介、およびインベンターですとか、オートキャドを使って、ボルトとどういうふうにデータを管理できるかといったところをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず、ボルトなんですが、先ほど松井からもありましたように、つい最近、2015というものがリリースされました。で、2015なんですが、去年の製品と同様にですね、3つのエディションからなります。こちらにありますように、まずは無償で提供しているボルトベーシック、一番下のところですね、がございます。で、その上位エディションとしまして、ボルトワークグループ。で、そのさらに上位としまして、ボルトプロフェッショナルというのがございます。なので、エディションとしましては大きく3つございます。で、これそれぞれ何が違うかというと、できる操作、管理できる内容というのが異なってきます。で、ボルトの特徴なんですが、エンジニアのための設計管理ツールとありますが、従来の PDM とかですね、弊社以外の PDM を使っていると、ものによってはですね、操作が使いにくかったりですとか、弊社の製品と合わせて管理する場合、導入が大変であったり、バージョンアップですね、CAD のバージョンアップが柔軟に行えないといった課題、もしくは、そのカスタマイズ部分、連携するカスタマイズ部分の導入費ですとか維持費が高いという課題がございます。それに対して、オートデスクボルトの特徴なんですが、操作はエクスプローラーとほぼ同じような感じでフォルダでデータを管理できるようになっていたり、あとは弊社の CAD とですね、CAD に基本機能が埋め込まれてあるため、ボルトと CAD 同時にバージョンアップができたり、柔軟にバージョンアップができたりと。あとは、先ほどもありましたが、ボルトベーシックという無償版がございますので、そこから簡単にスモールスタートが可能という形で、ボルトを弊社の CAD と一緒に使っていただければですね、さまざまな課題が解決できるといったものでございます。じゃあ、どのような CAD が対応しているのかというのが、こちらの一覧になっています。オート CAD 製品ほとんどに対応しているのと、あとは3次元ですとかシミュレーションに対応している。で、この対応しているっていうのはどういうことかといいますと、ボルトのクライアントをインストールしていただくと、この CAD のリボンにボルトの操作の機能がですね、同時にインストールされるといったものでございます。ということでですね、まずは簡単にボルトというもののご紹介になります。で、ここからが実際画面を見ながらご説明させていただきたいと思います。まずはインベンターの3次元および2次元のデータ管理というところで、まずは3次元のデータ管理の課題ですね。ボルトを使わないとこのような課題がないでしょうか。まずは他のメンバーが編集中、3次元のデータを編集しているのかどうかっていうのがわからないですとか、どのユニット、サブアセンブリとかですね、どのユニットを出したかが判断できないですとか、ある製品の流用設計をしたいけど、インベンターですと一部のデータだけをコピーしてくるとリンクが切れる可能性がございます。なので、関連ファイルを全てコピーしなきゃいけないと、3次元の場合はですね、このような課題がございます。で、それぞれの課題に対してボルトを使うと、まあ、この青い字のような解決策がございます。まず編集中に関しては、ボルトは排他制御がかかるので、誰がデータをチェックアウト、まあ、編集中なのかというのが分かるようになっています。で、2点目は、出図に関しては、ボルトはそのライフサイクルというかステータスの管理というものができるようになっていますので、一目でどれが出図されたか、どこまでが出図されたかというのが分かるようになっています。で、3点目、流用設計に関してはコピーデザインという機能がございます。これを使えばですね、インベンターのどのデータをリンクを切ることなくですね、どのデータをコピーするか、どのデータをそのまま使うかといったことを操作することが可能になっています。はい、で、ちょっと話が変わりますが、実際デモを見ていただく前にですね、ボルトの仕組みがどうなっているかというのをこちらでご説明したいと思います。ボルトはですね、クライアントとサーバーの構成になっています。サーバーにはですね、データベース、右下ですね、データベースというに文字の情報、プロパティとかですね、そういう文字の情報を管理するデータベースと、実際のファイルを管理する領域からなっています。で、左側がクライアントになってますが、こちらが普段設計者が使われるマシンになっています。で、クライアントにはですね、まあ、ボルトクライアントですとか、アドインとか、さまざまなクライアントがございます。で、設計者は普段何をするかといいますと、まず朝来てですね、設計作業をするときにですね、まあ、あるデータをサーバーから取ってくるという操作を行います。それが、チェックアウトという操作になります。クライアントからサーバーにログインしてですね、必要なデータをクライアントが自分のところマシンにコピーをしてくるという操作をします。で、チェックアウト、まあ、コピー、チェックアウトという操作をすると、サーバー側でそのコピーしてきたデータに対してロックをかけます。ロックをかけることで他のユーザーがそのデータの操作ができなくなる。まあ、排他制御がかかるということですね。で、ローカルにデータをコピーしてきて、編集作業を行って、その編集が終わったらまた今度チェックイン。サーバーにデータを戻すという操作をします。で、チェックインをすると、今までロックをかけていたデータは、ロックを外してですね、新しい版として、新しいバージョンですね、バージョンとして、サーバー側にデータが蓄積されていくという仕組みになっています。まあ、簡単ではありますが、このような仕組みで、ボルトはデータを管理しているというふうになります。ということでですね、本日実際に使うデータなんですが、まあ、このようなサスペンション、ショックアブゾーバーのデータを使って、さまざまな操作をしていきたいというふうに思っています。まあ、アセンブリーがあってですね、パーツがあって、あとはまあ図面を関連付けたりして、デモをさせていただきたいと思います。で、こちら、最後の資料ですが、ボルトクライアントのご紹介ということで、先ほどの絵にもありましたが、ボルトは3種類のクライアントがございます。まず一番左、ボルトエクスプローラーというのがございます。こちらはですね、ボルトのデータに対してどういう構造になっているかですとか、ファイルを追加できたり、削除できたり、あとは、まあ、検索もできたりですね、まあ、細かな操作、データに対して細かな操作ができるようなクライアントになっています。で次は真ん中ですね。ボルトアドインクライアント。まあ、これは CAD のリボンについているクライアントになります。こちらは CAD データに対して、基本的な操作ですね。ボルトにデータをチェックインするですとか、データをボルトから取得する、チェックアウトしてくるとか、そういった操作ができるようなクライアントになっています。で、最後、一番右ですが、ボルトシンクライアントというものがございます。これはですね、ボルトウェブ版のクライアントになります。で、何ができるかというとですね、CAD が入ってない端末でもボルトのデータを参照できるようなクライアントになります。なので、設計部門は CAD が入っているので、左とか真ん中をインストールする。けど、他の部門ですね、購買部ですとかは、例えばCAD が入ってない場合、データが見れないので、このような Web クライアントを使ってデータを参照できるような仕組みがございます。はい、ということで、資料はこの辺にしてですね、実際画面を操作していきたいと思います。今日はですね、新しいバージョン2015というバージョンでデモをしていきたいというふうに思います。では、まずインベンター、こちらインベンターの画面ですね。2015のインベンターになります。で、こちらからですね、まず、ボルトにログインする。ということで、ログインをしてですね。で、ログインした後に、実際サーバーからデータを検索するという操作をしたいと思います。まずこの開くというボタンを押すと、Windows のですね、検索画面のような画面が出てきますが、これは実際はですね、サーバーのフォルダを見に行っています。で、この中からですね、今これから作業するフォルダに行って、データを検索することも可能ですし、あとはですね、文字列でこのように、絞り込んでいってデータを検索するということも可能になっています。あとは、Windows でもありますが、アイコンでデータを検索することもできますし、あとは、プロパティですね、CAD のデータのプロパティで、データを検索していくということも可能になっています。なので、皆さんいろんな方法でデータを検索すると思いますが、プロパティですとか、絵を見ながらですとか、さまざまな方法で検索できるようになっています。で、例えばボルトが入ってない普通にファイルサーバーで、Windows のファイルサーバーでデータを管理していると、検索できるものとしてはファイル名ですとか日付ですとか、簡単な、プロパティでしか検索できませんが、ボルトを入れていただくことでですね、さまざまな条件から、検索することができるようになっています。で、目的のデータが見つかったらですね、変更開始、こちらからですね、チェックアウトという操作をします。で、チェックアウトという操作をすると、サーバーからクライアントにデータを取ってきて、クライアント上でデータを表示させるというふうになっています。はい、このようにですね、データをチェックアウトすると、このようにチェックマークがついて、今、自分がこのデータを編集するよと宣言するようになっています。で、今回はですね、このアセンブリショックアブゾーバーに図面を関連づけていきたい。あとはこの部品ですね、サスペンションスプリングというのも図面を関連づけたいと思うので、まあチェックアウトする。で、このまずは、アセンブリに図面を関連づける。このようにですね。まあ、こちらは、インベンターの機能なので、このようにですね。まあ、図面をまず3次元から2次元の図面を作る。あとはこの IPT バネですねにも同じようにこのようにですね図面を作りました。で、まあ普段、3次元のデータを作って、その後図面を作っていくという操作をやって、これらの図面もボルトで管理したいという流れだと思いますが、その場合ですね、今作った図面をこのアセンブリもしくは IPT に関連づけてチェックインすることができるようになっています。で、チェックイン画面、要はサーバーに戻すときにですね、デフォルトでは部品ですとかアセンブリのチェックインしかないんですが、こちらに関連する図面も合わせてチェックインしたいっていう場合はですね、こちらのスキャンっていう機能がございます。これ何かというと、今作った図面をですね、別々にチェックインするっていう操作をするのではなくて、もうチェックイン時に同時にチェックインをしたいと、図面と部品、アセンブリをチェックインしたいという場合は、このような機能がございます。この機能を使ってですね、同時にチェックインをすると。はい、今、チェックインをして、サーバー側にデータを戻している最中です。そうすると、このようにですね、左側こちら、ボルトの構成の一覧なんですが、図面があって、アセンブリーがあると。このようになって、ボルトに全てのデータがチェックインされたという状態になっています。なので、普段設計者はこのようにチェックイン、チェックアウトを繰り返して、編集作業を行うと。で、次何やるかと言いますと、ただチェックインチェックアウトするだけだとただの保管庫になるので、この後ですねデータを、ステータスを管理するためにカテゴリーを変更するという操作をしたいと思います。で、カテゴリーって何かと言いますと、このデータの分類みたいなものになります。ボルトではですね、自由にカテゴリーを設定することが追加することができるようになっています。ボルトの中で、いろんなデータが管理できます。インベンターのデータ、DWG、もしくはオフィスのデータですとか PDF、でこれらのデータすべて、いろんな分類に分けたいと思います。で、分類を分けることによって、必要なプロパティを設定したりですとか、ステータスを管理したりとか、いうことがあると思います。で、ボルトはそれをまあカテゴリーっていう考え方で分類することができるようになっています。今回はですね、こちら、これらのアセンブリーをですね、設計のカテゴリーに分けたいと思います。で、今は基本というカテゴリーになっているので、これらまとめて、エンジニアリングというカテゴリーに変更したいと思います。まあ、このように全選択して右クリックでカテゴリーを変更ってやると、このようにですね、もともとチェックインしたときは基本っていうカテゴリーだったのをエンジニアリングというカテゴリーに変更して、このエンジニアリング用のステータス管理に変更するというふうにしたいと思います。で、このエンジニアリングというカテゴリーに変更するとですね、何ができるかと言いますと、このようにですね、処理中というステータスが付加されます。で、まあ、カテゴリーを変えてステータスを管理して、まあ、これです。編集作業、もしくは設計作業が終わったので、次はこのデータ、これらのデータをレビューにしたいと。では、最終チェックをしたいということで、まあ、同じようにですね、すべてのデータを選択して、右クリックから、まあ、状態を変更を実施します。そうすると、このエンジニアリングというカテゴリーに対してさまざまなステータスがあって、その中から、まあ、どのステータスに変えたいかというのを選ぶことができるようになっています。まあ、今、レビュー中というステータスに変えます。そうすると先ほど作業中だったのが今度全部レビュー中というふうにステータスが変わる。まあ、これ、インベンター上でこういうふうにステータスが見れるのもありますが、先ほどのボルトエクスプローラーを使って、皆さんがこのデータを検索するときにですね、このレビュー、このデータは今どういう状態なのかというのを確認することもできるようになっています。ちょっとボルトエクスプローラーはですね、後ほどご紹介したいというふうに思います。で、じゃあ、このデータレビューをしました。皆さんでレビューをしました。で、まあ問題ないねと。じゃあ、これリリース出図しようかと。なると、まあ、代表者もしくは設計担当者はですね、同じようにデータを選択して、さらに状態を変えて、リリース済みというステータスに変える。で、リリース済みになるとですね、もうデータが編集できないというかので、データにロックがかかります。このように。で、データにロックをかけることでですね、他の人がこのデータが編集できないようになります。もうリリースされているので、下手に編集されたくないと。ということで、データにロックをかけて、まあ、ある権限を持っている人以外は、参照のみでこのデータが見れるようになる。はい。といった形でですね、まずは、まあ、ある製品を設計して、それをリリースすると。いうところまでのご説明になります。で、もう一つですね、こちらのアドインのところでいくつかご説明したいと思います。まあ、ちょっと別のデータを使ってですね、今こちらブロワーという製品を設計しています。まあ、このようにですね、すでにカテゴリーが設定されてたりですとか、ステータスがこのように一部リリースされてたり、あとはまだ設計中、レビュー中のものもございます。で、これらのデータに対してですね、じゃあこの製品、今進捗どうなっているのか、全体として進捗がどうなっているのかといった場合ですね、こちらのデータマッピングといった機能がございます。これ何かと言いますと、この製品に対してどういう状態なのかというのを見ることができるようになっています。どういう状態なのかというのは、例えば誰が操作をしているかですとか、誰が進捗はどうなっているのかですとか、どれだけリリース出自されたものがあるのかとか、さまざまな情報をグラフで確認することができるようになっています。まずチェックアウトされている状態ですね。このブロワーに対して今全体で 2.4% がユーザー A っていう人が操作をしています。要は編集していますですとか、ユーザー B も 2.4% なんですけどが操作していると。で、じゃあ実際どこを操作しているのかというのも、このように、ちょっとこれは見づらいですね。このように、確認することができるようになっています。はい、こういう感じでですね、ユーザー B は今ここを設計しているんだなというのを確認することができたり、あとステータスですね。今この製品全体の 60% がリリースされていると。で、 20% がレビュー中で、あと 18% 作業中です。じゃああと4割で終わるなというのが一目で分かるようになっています。で、こちらもですね、分類ごとに今どこがレビュー中だったり、どこが作業中だったりというのが一目で分かるようになっています。こういった形でですね、設計の操作以外にも進捗も確認できるような機能がございます。なので、例えば設計担当者ですかね、グループリーダーとかがこのような機能を使って一目で確認することができるというようになっています。あとはですね、もう一つこのリボンの中でご紹介したい機能が、このデータカードという機能です。ちょっと先ほどのデータに戻りますが、ちょっとこれステータスをどうしようかな、変えて、このデータカードという機能なんですが、皆さんこのデータを流用してきたりとかですね、新しく作ったりするときに、プロパティ情報を編集するときに、例えばファイル一個一個選んで編集したりですとか、本来自分が設計者なのに他の人の名前が入ってたりとかいうことがあると思います。そういう時にですね、このデータカードという機能を使えば、それらのプロパティをまとめて編集することができるようになっています。今ですね、このアセンブリのデータすべてをこのように選んでですね、います。で、よく見るとですね、作成者、オートデスク、設計者、高橋とか、まあいろんなバラバラな情報が入っている。で、これらのプロパティをですね、一括で変えたいという場合に、このデータカードを使います。このようにですね、すべてのプロパティを選択して、例えば設計者を自分にすべて変えたいという場合、ここに、ですね、ちょっと私の名前を入れます。で、保存でやると、この画面上で全ての設計者を自分の名前にする。で、適用でやると、これらのファイルのプロパティを全てさっきの入力した値で更新していく。で、更新したら、最後にデータを保存して、チェックインする。これでですね、すべてのプロパティが自分の名前で変更される。といった形で、今までファイルを一個一個開いて、プロパティ見て、自分の名前かどうか確認して、また閉じると。いった操作を一括でできるような機能がございます。これでですね、作業を効率化できるのではないかというふうに思います。はい。こちらがですね、CAD Add-in の、インベンターの CAD Add-in のご紹介というふうになります。ではですね、今度、クライアント、ボルトエクスプローラー、もう一つのクライアントのご紹介をしたいと思います。すみません、ちょっと資料を前後しているかもしれませんが、画面を見ていただいて、確認いただければと思います。こちらが、ボルトエクスプローラーと言われているものです。こちらはですね、データに対する様々な操作ができるようになっていると。で、ログインするとですね、このような、左側にはファイル構成があったり、フォルダ構成ですね。これ Windows のように、フォルダ構成。これ自由に、作ることができるんですが、Windows のようなフォルダ構成があったり、で、実際フォルダを選ぶと、その中にデータが格納されている。こういう感じでですね。で、こちら、先ほどインベンターで操作していたデータですね。このように、カテゴリーを、エンジニアリングというふうに変えると、ステータス。このように今処理中のステータスが確認できたりですね。で、あるデータを選ぶと、このように、そのデータの履歴を確認することができるようになったりしています。ちょっと下の方、画面見にくいと思うんですが、このようにですね、誰がどういう操作をしたかっていうのを確認することができるようになってたり、もっと詳しく見ると、どういうデータの流れになっていたか、誰がいつチェックアウト、編集したか、変更したかというのを確認することができたりなっています。それが履歴の中身ですね。で、次はこの構成ドキュメントというところなんですが、このアセンブリがどういう構成になっているかというのもこちらで確認することができるようになっています。先ほどインベンターのブラウザーでも見ることができたんですが、こちらのボルトエクスプローラーでも確認することができるようになっています。まあ、構成ドキュメント、まあ、上から下を確認する方法ですね。それとは別にですね、下から上の情報も確認できるようになっています。この部品がどの親に使われているかですね。このように自分の親は何なのかっていうふうに、まあ親を参照先をですね確認できたり、あとはプレビューが見れたりとかですね、まあ、こちらプレビューなんですが、まあ、いちいちファイルを開かなくてもこのようにサムネイルでデータを、まあ、ビューイングデータを見ることができるようになっています。で、ある特定のデータを選択すると、このように、まあ、ビューイングデータとしてデータを見ることができるようになっています。はい、で、こちらが、まあ、様々な情報を確認するもの、領域ですね。あとは、右側行くと、そのファイルの様々なプロパティ情報を、まあ、このようにですね、確認することができます。で、まあ、情報としてはですね、ボルトのシステムで管理しているプロパティ、例えばカテゴリーですとか、チェックインした日付、バージョンですとか、それとは別にですね、このユーザー定義のプロパティも見ることができるようになっています。このユーザー定義のプロパティなんですが、何かと言いますと、まあ、インベンターで管理しているようなプロパティであったりとか、まあ、お客様独自で管理したいようなプロパティも、まあ、事前に定義しておけばですね、こちらで、まあ、確認することができますし、特にお客様独自のプロパティと、まあ、インベンターのあるプロパティ、もしくは図面のあるプロパティをリンクさせておけば、自動的にここに入ってくるような仕組みもございます。これはボルトを入れる前にですね、ある程度定義しておいて、まあ設定をしておけば、必ずデータがここに登録される。ボルトのプロパティとして登録されるようになります。といった感じでですね、こちらのボルトクライアント、ボルトエクスプローラーを使うと、先ほどのインベンターよりさらに詳しい情報を見たり、確認したり、編集したりすることができるようになっています。で、最後に、流用設計、先ほどあったコピーデザインというのをご説明したいと思います。インベンターの場合はですね、まあ、データをコピーすると、先ほどもありましたように、リンクが切れたりするんですが、ボルトエクスプローラーを使うと、そのリンクをですね、きちっと管理して、流用設計することができるようになっています。こちらのコピーデザインという機能を使います。そうすると、まずどこからコピーしてきたか。で、そのデータをどこにコピーしたいか、どのフォルダーにコピーしたいか。ちょっと今回は、もともとここにあった、こちらにあったデータを別のフォルダーにコピーしたいと思います。なので、コピー先を別の場所に指定して、あとは、流用設計したいデータですね。を選択します。今ですね、選択したデータに対してはコピーをするという設定をしてあります。で、まあこのようにですね、一部の構成、一部の構成をコピーしてきて、あと他の部分はそのまま流用する、再利用するという設定にしてあります。再利用をすることでですね、もともとあったデータをそのまま、リンクを持ったままコピーをするという設定になっています。で今回はここのショックボディとショックカートリッジをちょっと変更して、新しい製品を作りたいという想定をしています。で、あとはコピーするだけではなくてですね、このようにファイル名を変えてコピーする。こういった形でファイル名を自由に変えられることもできますし、あとは一括でですね、末尾もしくは先頭になんか共通の文字を入れたりとか、このようにですね、まとめてコピーするものに関してはまとめて別名のファイル名をつけたりといったことが可能になってて、でここで OK を押すとこのように新しくデータを作って、コピーというものに関しては新しくデータを作って、指定したフォルダーに、作られるようになっています。先ほどのフォルダーですね。このように、先ほどのショックアブゾーバー、こちらですねの今度001という新しいデータが作られています。で先ほどの流用元のデータと、数が、違うのは、再利用、他の部分は再利用してきて一部だけ、新しく作ったということになっています。で、履歴を見てみると、このようにですね、どのファイルのどのバージョンからコピーしてきたかというのが自動的に付加されます。で、大元のデータの参照先を見ると、先ほど1個しかなかった親が、このようにですね、2つできるというふうになっています。なので、流用するときもですね、ボルトを使わないフォルダーファイルサーバーで管理していると、流用で、構成を全部コピーしてきて、どんどんデータが溜まっていく。そうすると、ハードディスクが圧迫されたりとかですね。あと、一部の部品の影響範囲を見たいっていう場合、どの親についているのかが分からなくなってしまうと。そういった課題が解決できるのではないかというふうに思います。はい。といった感じでですね、まずは3次元、インベンターのデータの管理に関してご紹介させていただきました。